優春の中での最強を決めるピスケス杯決勝。現在一番人気は悪馬娘、ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。7番北三ブラックと6番北三ブラック、この2人が競り合っているぞ。先頭は6番北三ブラック、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番北三ブラック。1コーナーから2コーナーへ向かう。6番北三ブラック快調に飛ばしていきます。先頭がやや早いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。さあ期待に応えて7番北三ブラック逃げる逃げる、早くも先頭。続きました6番北三ブラック、あとは2番オグリーキャップ、その後ろに3番オグリーキャップ、5番手東海帝王、大きく離れてナイスネイチャーミスター CB 並んできた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は6番北三ブラック、続いて7番北三ブラック、2番オグリーキャップ、3番手3番オグリーキャップ、4番手その後ろ東海帝王、そしてミスター CB、 その後3、4馬身開いてナイスネイチャー5馬身差。8番グラスバンダー、9番グラスバンダー並びかけてきた。意気揚々と先頭を行きます。6番北三ブラック、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。勝負は最後の直線に持ち越された。突っ込んでくる。3番オグリキャップ、2番手争いは3番オグリキャップ、2番オグリキャップ、残り200、先頭3番オグリキャップ、しかしその差は3番オグリキャップとミスター CB、2人並んでゴールイン。勝ちました3番オグリキャップ、並いる強豪を跳ねのけビスケス杯を制しました。2着ミスター CB、 3着に入ったのは6番北三ブラック。楽しかったよ。